はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、9月の22日火曜日でございますね。今日はですね、新エリアのスニーク2日目となります。昨日ですね、奇跡的に抽選したところですね、魔法の物語当たったんですけれども、今日もね、やっていきたいと思います。昨日はね、本当にね、ギリギリでね、仕事帰りにね、やったんですけれども、奇跡的に当たったんですが、今日はどうかな、ちょっとね、やっぱ緊張しますけれども、早速やっていきましょうか。じゃあまずはやっぱ昨日と同じようにベイマックスのハッピーライドでいきます。時間は余ってそうな時間ですね。はい、多分明日ね、仕事とか学校あると思いますから、意外とね、この一番最後の時間帯とか当たりやすいんじゃないかなと思います。でいきます。あ、やっぱ何回もやっても緊張しますね。いけ、どうだ、いけるかな。お、今日も調子がいい感じです。はい、ベイマックスのハッピーライド当選です。きたー、よし、じゃあこの調子でね、美女野獣も行きましょう。では続きまして、美女と野獣です。いや、昨日ベイマックス乗れてないからね、超ラッキーですね。それで行きますよ。まあ、同じ時間帯でいいでしょう。あ、でも被る可能性あるから、ちょっとこっち時間ずらしますね。はい、行きます。緊張する、もう一回乗りたい、マジでガチで神なんで。どうかな、あ、残念ながら美女と野獣は当たらなかったです。まあまあしょうがないですね、一応昨日乗れましたから。では続きまして、ミニーのスタイルスタジオです。昨日はね、もう12時ぐらいでね、受付終了してしまったんですけど、今日はね、2時55分までできますからね。では早速行きたいと思います。いやー、これも当たってほしいね。いきます。まあでもベイマックス当たってるからね、ちょっと心の余裕があります。あ、残念ながらミニーのスタイルスタジオは外れですね。はい、ここからちょっとおまけです。ウッドチャック行きたいと思います。もう時間はいいかな、適当で。はい、ウッドチャックです。当たればラッキー。でもまだね、ウッドチャック当たってないですからね、俺。あ、ダメでしたね。ミートミッキー行きましょう。はい、ミトミ、時間適当です。行きます。あ、マックスだけ当たりましたけどね、もう新エリアのものですから、これはもうめちゃくちゃラッキーだと思いましょう。ということで、スニーク2日目はですね、ベイマックスのハッピーライド当選でございます。おめでとう。いや、美女野獣もう一回乗りたかったですけどね、なかなか当たんないですね。うん、まあでもね、まだ実は明日も来ますから、明日も再び挑戦したいと思います。ということで、今日はですね、これで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。